皆さん、こんばんは。広瀬優です。皆さんに質問です。皆さんは毎日湯船に浸かっていますか？お風呂に入ると暑いからって、めんどくさいからって言ってシャワーだけで済ませている方いらっしゃいますか？優もこれを知ってちゃんと湯船に浸かるようにしているんですよね。うん。で、健康のためにも美容のためにも湯船に浸かることは、とても良いことだらけなんです。今回は湯船に浸かることで得られるメリット、効果をご紹介したいと思います。実はですね、10分間だけ湯船に浸かるだけでも、全然違うんですよ。湯船に浸かると体がポカポカ温まってきますよね。なので毛穴が開いてくるので 80% の汚れを落としてくれるんだそうです。で、あとは、ポカポカ温まるので代謝が良くなります。約80キロカロリーも消費すると言われています。いいですね。嬉しいですね。ダイエット効果もあるんですね。そう。で、また体が温まると血行が良くなってきますよね。で、仕事の疲れだとか、肩こりや腰痛などの体の不調の回復をより早くしてくれるそうです。嬉しいですね。で、あとは湯船に肩まで浸かってみてください。そうすると、水圧によって体が軽くなりますよね。なので、筋肉、あとは関節への負担が軽減されるので、リラックスした状態になるんですって。うん。湯は、前にも言いましたが、お風呂に入るときは必ず足のこのマッサージをしているんですよね。すごい気持ちいいです。むくみも軽減してくれるんですよ。いいですよね。ちゃんとお風呂に入るようになってから、そうですね、代謝がアップしました、やっぱり。それは本当に思いますね。うん。で、あとは体臭を軽減してくれたりだとか、寝つきが良くなる効果もあるんですって。うん。まだいろいろあるんですけども、簡単に言うとこんな感じですね。メリットたくさんありますよね。なので夏こそ湯船に浸かることをおすすめします。で、その日の、汚れ、匂いをしっかり除去して、快適な毎日をお過ごしください。いやー、もう7月に入ってからね、今日もすっごい暑かったですよね。猛暑日が、まだまだ続きますので、くれぐれも熱中症にはお気をつけください。じゃあ以上、湯船に浸かることで得られるメリット、効果をご紹介しました。じゃあ終わります。バイバーイ。